今回は今月19日金曜日から開催中の戦祭りの動画になるよ。レギュレーションは速度上昇のみとシンプルやけど、キワはヒオーラ迎撃が入るほど上昇値が高いから迎撃されてもダメを抑えられる防護効果のあるエイセイに注目したよ。こんな感じでキワは初速迎撃がアリウミ兵に刺さるから大事故が起きやすいしよ。こうなってしもたらサクとコウは受け入れるしかなくなるね。騒ぎ立てるな。指揮に関わる。屈する我ら山の民ではない。サクと皇后を捧げたのに舞台を落としてる時点でもう負けて当然の内容なんやけど、速度が上がって光線までが速くなる分逆転も発生しやすいから、まだまだ試合になりはしそうかな。俺が行く。許さん。こんな感じで防御の硬さもあるから積極的に強気な突撃を狙っていきやすいよ。大きな先打ちで使うと高すぎて返されるから遠征を選択。立ち向かえ。これが国を守るということだ。今度は俺らの番だ。全機解放。俺らだけでやるぞ。
しよう。頼む。本陣をいただきますよ。流派発動。見ろ方、矢ごときに屈する我ら山の民ではない。今度は俺らの番だ。行くぞ。立ち向け。これが国を守るということだ。長州男児の肝っ玉、これよりお見せしよう。流派発動。見ろ方、全軍前進。今回は3試合やるよ。辛抱できずに前に出た。許さん。一刀入魂。俺を超えてくるのかな。ごめんね、守れなかった。狙え。一刀入魂。屈する我ら山の民ではない。流派発動。一の方、狙え。これが国を守るということだ。一刀入魂。行くぞ。どんな苦難があろうと。行くぞ。撤収せよ。出てこなきゃやられることはなかったのにな。本陣をいただきますよ。行こう。
全員殺せ。許さん。行くぞ。ことはなかったのにな。私は所詮脇役か。見事だ。行くぞ。バトル。許さん。バトル。行くぞ。行くぞ。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。行くぞ。わしは所詮脇役か。
静かに時を待とうではないか。無惨。何ぼーっとしてんだよ。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。流派発動。三の型。立ち向かえ。これが国を守るということだ。戦いはここから本番よ。静かに時を待とうではないか。クソ野郎が。全軍前進。身のほど知らずは我が矛のシャビにしてくれよ。くそ。見事だ。わしは所詮脇役か。お前では、王は務まらぬ。ご視聴ありがとうございました。